こんにちは。あなたは女性から不意に何かされてドキドキした経験はありませんか？ボディタッチなんかもそうですよね。話している時にいきなり腕に触れてきたり、急にじっと見つめられたりすると参ってしまうと思います。今日はそんな不意打ちについてのお話です。不意打ちの意味を辞書で調べると、出し抜けに相手に攻撃を仕掛けること、予告なしに物事を行うこととあります。予想もしていなかった行動を相手がすると誰でもドキドキしてしまいますよね。次これが来るだろうなと分かっているアクションが来るよりも何倍もときめきを感じやすいはずです。単純にびっくりしたというドキドキ感と恋愛的なドキドキが掛け合わさって、女性の緊張度はマックスになります。そのドキドキを徐々にあなたへの好意だと勘違いするんですね。モテる男性はみんな自然に不意打ちの恋愛テクニックを使っているんですよ。あなたも女性をメロメロにする不意打ちをマスターしてみませんか？今回は不意打ち恋愛テクをレベル1からレベル6まで難易度別に解説します。最初は誰でも挑戦しやすい簡単なものから始めて、徐々にレベルを上げていきましょう。最後のレベル6までいけたならもう女性の心をつかんだも同然。いきなり難易度の高いことを仕掛けるよりも、ゆっくりと女性の心に侵入しましょう。そうすれば嫌がられることもなく、あなたの存在を強く植え付けることができますよ。最後まで楽しんでご覧くださいね。レベル1、突然の呼び捨て。いつもは〇〇さんとか〇〇ちゃんなど名字やちゃん付けで呼ばれているのに、いきなり下の名前で呼び捨てにされたら女性はドキッとしてしまいます。特に気になる相手から呼び捨てにされると、私たちなんか距離感が近くなっているんじゃと予感するんです。特に気に留めていなかった相手だとしても、いきなりそれまでとの呼び方が変わったことに驚き、ドキドキしてしまうでしょう。なんでいきなり呼び捨てするの？何か意味があるのかな？などついつい考えてしまうのです。そしてその考えるという行為自体が恋愛に有効なのです。私なんで呼び捨てされたくらいで意識してるんだろう。彼は別に何とも思ってなさそうだよね。もしかして私〇〇くんのこと心のどこかで意識してる？という感じです。呼び捨てにされて動揺している自分を感じ、あなたに好意があるのではないかと思い始めます。どうですか？いきなり抱きつくような不意打ちは絶対に無理だとしても、このレベルならあなたもできそうだと思いませんか？もちろん関係がまだ浅くてお互い打ち解けていない時期の呼び捨ては嫌がられますが、ある程度仲良くなったならさらっと呼び捨てにしてみるのはありです。女性にあなたの存在を意識させることにもつながります。レベル2、突然の間接キス。間接キスは割と定番の恋愛テクですが、これに不意打ちを加えることでさらに効果を倍増させることができますよ。間接キスは直接的なキスではないものの、相手とのキスを妄想させる効果があります。通常自然な流れで間接キスするには、女性が飲み物を飲んでいる時に一口ちょうだいと言ったり、これ美味しいよ飲んでみてと言って手渡ししたりしますね。これでも十分効果はあるのですが、さらに男らしい印象を与えるには不意打ちを利用しましょう。女性が飲んでいるものをこれうまそうと言って勝手に飲んでみてください。女性は唖然とするでしょう。でもここであからさまに飲まないでよなんて嫌がられなければ、結構脈ありです。一口ちょうだいという間接キスのためのワンクッションを飛ばすだけで、女性は予想もしていないあなたの行動にドキドキしてしまいます。いきなり女性の飲み物を飲むなんて失礼じゃない？ちゃんと断りを入れた方がと思う男性も多いですよね。もちろん女性とある程度仲がいいのは前提ですよ。二人で食事に行くくらいの関係であれば、そこまで嫌がられることはないでしょう。先ほどのステップ1の名前の呼び捨てが成功していれば、このテクニックも成功する可能性大。それにちょっと強引なくらいの男性がモテるんですよ。レベル3、腕を引っ張られる。男性が女性の腕をグイッと引き寄せるモテ仕草、通称腕食いを知っていますか？一昔前は壁ドンが流行りましたが、なかなか現実的ではありませんね。壁ドンは難しくても、腕食いなら日常の中でさりげなく男らしさを見せつけることができますよ。でも女性の腕を引っ張るのってどんなシチュエーションでしょうか？女性が男性に腕食いされて思わずキュンとしてしまったシチュエーションを集めました。
人混みに埋もれそうになったとき、車や自転車にひかれそうになったとき、人とぶつかりそうになったとき、酔っ払って千鳥足になっているとき、転びそうになったとき、などなど、女性が何か危険に巻き込まれそうになっているときに腕食いされると、守ってくれた、頼りになると思われることが多いようです。危険なシチュエーションでなくても、告白するときやキスするときに腕をぐいっと引っ張って自分の近くに引き寄せるというのも人気のようです。女子の人気がとても高い腕食いですが、中には批判的な意見もあるので注意しましょう。あまりに強い力で引っ張ったり、腕食いする必要がないシチュエーションでしたりすると、イラッとする、痛い、口で言ってほしいと思われることもあるようです。腕食いは男らしさとちょっとした強引さをアピールできますが、力加減とタイミングには気をつけた方が良さそうですね。レベル4、頭ポンポン。女性が大好きな頭ポンポン、胸キュン仕草として超有名ですよね。これも不意打ちですることによって女性のドキドキ感をさらに高めることができますよ。普通頭ポンポンは女性を可愛いと思っていたり、応援したい、慰めてあげたいと思った時にする行動です。頼まれた仕事を頑張った時や女性が不安そうな時、何か褒めてあげたい時にすることが多いでしょう。こんな時にするのももちろんいいのですが、おすすめなのは何でもない時にいきなり頭ポンポンすることです。普通に日常会話をしていて、女性がそこ?と思うようなタイミングで何食わぬ顔でしてみてください。女性にとっては意味不明な行動だと思います。しかしそれが不意打ちというもの。恋愛を成功させるには女性の心を惑わせたもの勝ちです。あなたの不思議な行動の意味を考えるうちに、あなたについて女性はたくさん考えるようになるでしょう。それを狙うのです。もし女性からなんでそんなことするの?と不思議そうに聞かれたら、冷静になんか頭撫でたくなったからと言いましょう。女性はますます意味がわからなくなるでしょう。でもその自由さ、マイペースさにキュンとくる女性も多いんです。レベル5、後ろからハグ。不意打ちといえばの後ろからハグ。たくさんの女性が後ろから不意に抱きしめられることにキュンキュンすると答えています。男性の強引さも感じられるし、男性のものになったかのような気分を味わえるのも人気の理由。安心感に包まれていながら相手の顔が見えないというのもドキドキを加速させる原因のようです。後ろからハグのシチュエーションは様々。料理しているとき、スマホに夢中になっているとき、眠たそうなとき、席を立って戻るとき、ぼーっとしているとき、歯を磨いているとき、デートの待ち合わせのとき、綺麗な景色を見ているとき、女性がまさか抱きしめられるなんてことはないだろうと油断している隙を狙うのが効果が高そうですね。とはいえ周りの目も気になる女性も多いです。人がいないところでするか、室内でするのがおすすめですよ。明るい昼間よりも暗くて人目を避けられる夜の方が女性をドキドキさせられます。レベル6、いきなりキス。いよいよ最高レベルの不意打ちテクニックが来ました。レベル5までできたあなたはいきなりキスをしても大丈夫でしょう。キスは通常急にするものではありません。なんとなくキスするかもという雰囲気や間があってキスするものです。いきなりハグを受け入れてくれた女性であれば、いきなりキスしても惹かれることは少ないでしょう。いきなりキスなんかしたら惹かれるのではと心配するかもしれませんが、7割の女性がこんな不意打ちに憧れているんですよ。ただしこれはやはり好意を持たれている場合に限りますね。完全に好かれてはいなくても、付き合ってもいいかもくらいには思われている必要がありそうです。あなたからのキスが彼女にとっての決定打となる可能性がありますよ。いかがでしたか？今日は女性がキュンキュンしてしまう男性の不意打ち行動についてご紹介しました。予告なしにされるドキドキの行動に女性はメロメロになってしまいます。あなたも簡単なものから始めて徐々にレベルアップしていってくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。